2014年の台風のデータ。4月までに5個の台風が発生し、7月には5個発生した。これで台風の総数は12になり、平年の7.7個大きく上回る記録となった。さらに、8月には越境台風もあった。だが、8月の台風は平年で6個発生するのに、対し、実際は平年以下の発生数となっている。中でも、 台風8号や台風11号、台風19号が日本各地に大きな被害をもたらした。12月29日には今シーズン最後の台風として台風23号が発生していた。20万 1401.01W アガトン1月10日、パラオの南西で熱帯低気圧が発生して低気圧番号 91W が付けられた。 フィリピンに接近しながら10日頃から大雨を降らせ、続け、1月12日には一旦低圧部にまで勢力を弱めた。その後、停滞したミンダナオ島を中心に洪水や地滑りが発生。1月18日9時、ミンダナオ島の東の北位9度55分、統計127度20分で台風となり、アジア名連連と命名されたが、1月20日9時に、 ミンダナオ島の東の海上の北緯7度0部、東経128度0部で熱帯低気圧になった。河川の氾濫などにより1月31日朝までの集計で70名が死亡、86名が負傷して9名が行方不明となっており、家屋の前半階3482棟、被災者は約115万人で、被害額は 約5億6670万ペソとなっている。20万1402.02ワットバシャン1月29日にグアム島の南西で形成が始まった熱帯低気圧は勢力を強めながら精神。ミクロネシアのヤップ島の南の海上を通過してフィリピンに接近しパガサの管轄する海域に入ったことからフィリピン名バシャンと命名され暴風警報が ミンダナオ島の北スリガオ州、南スリガオ州、ディナガットアイランズ州、東ミサミス州、南レーテ州に発令され、そのゴルソン島、ビサヤ諸島に拡大された。1月31日9時に、フィリピンの東の北緯10度5部、統計130度50分で台風となって、アジア名カジキと命名され、2月1日から2日にかけてフィリピンを横断。 2月1日21時に北緯11度、統計118度で熱帯低気圧になった。2月2日朝までの集計で全半壊した家屋は81棟、被災者は約4万2千名、その内約5600名が避難所に避難したほか、セブ州と南レーテ州で3名が死亡した。20万 1403.03W2 月16日、 中区諸島近海で形成が始まり、低気圧番号 93W を与えられた熱帯低気圧は次第に発達を続けて2月28日21時にカロリン諸島の北緯8度40分、統計148度10分で台風となりアジア名、ファクサイと命名された。当初は中心気圧1000ヘクトパスカル程度の勢力で停滞していたが3月に入ると 太平洋上を北東に進みながら次第に勢力を強め3月5日には中心気圧975ヘクトパスカルまで成長しかしその後は急速に勢力を弱めて3月6日3時に南鳥島近海の北緯22度統計155度で温帯低気圧になったこの台風は台風3号としては1965年に次いで 統計史上2番目に早く発生した。また、2月までに3個の台風が発生したのは、この年と1965年のみである。20万 1404.05W ミ民、日本時間4月3日9時に、北緯1の8部、統計148度4分のパプアニューギニア付近で発生した熱帯低気圧は、西北西に進みながら5日9時に、 カロリン諸島近海の北緯三度50分、統計140度25分で台風となり、ペーパーと命名された。しかしその後は勢力を急速に弱めて5日21時には、再び熱帯低気圧となり、パラオを通過した後9日には、低圧部となった。なお、フィリピンに接近したことからフィリピン名ミン、同面を命名されている。 20万 1405.06W4 月27日、グアムの南南東の海上で形成が始まった熱帯低気圧は、その後、合同台風警報センターによって、低気圧番号 06W を与えられた。北上した熱帯低気圧は28日9時に、マリアナ諸島の北緯12度5部、統計147度で台風となり、アジア名、ターファーと命名された。 台風は5月1日9時に、小笠原諸島の南の海上の北緯21度3部、統計145度3部で熱帯低気圧となり、2日夜に消滅した。20万1406エススター6月9日9時、台湾付近の北緯21.0度、統計120.0度で発生した熱帯低気圧が発達し、11日9時、北緯23.4度、 統計125.9度で台風となって、アジア名、ミートクと命名された。命名国はミクロネシアで、女性の名前に由来する。しかし、12日9時には、北緯28.8度、統計135.9度で、温帯低気圧になり、その後15時に消滅した。20万1 4 7 0 7 w 6月13日9時。 北緯18.8度、統計116.0度で発生した熱帯低気圧は、14日九時に北緯20.6度、統計117.0度で台風に発達し、アジア名、ハギビスと命名された。命名国はフィリピンで、素早いという意味である。しかし、カナンに上陸し16日3時に勢力を弱めて、北緯23.7度、 統計116.3度熱帯低気圧になった。17日9時に北緯27.4度、統計122.6度で再び台風になり、同日21時に北緯29.2度、統計130.0度で熱帯低気圧になった。そして18日3時に北緯31.0度、統計133.0度で温帯低気圧になった。 台風の時の最低気圧は996ヘクトパスカルだったが、温定化後の方が気圧が下がり、一時988ヘクトパスカルになった。23日9時には、北43.8度、成型176.8度に達し、生きがいとなった。勢力が強くなかった。この熱帯低気圧は、熱帯低気圧台風熱帯低気圧台風。 熱帯低気圧温帯低気圧と変化し、復活台風となった。20万 1408.08W フロリダ6月30日、グアム付近で形成が始まった。太平洋上を北西に進んだ熱帯低気圧は7月4日午前9時に、マリアナ諸島の北緯12度、統計142度で台風となり、アジア名のグリーと命名された。沖縄地方に接近式象徴により、 気象特別警報が発表されるほどの災害となった。その後、九州に上陸、日本列島南岸を関東地方まで進み、強風に加えて梅雨前線を刺激したことで、日本の広範囲に大雨による被害を出し、11日に北緯37.0度、東経142.0度で温帯低気圧となった。13日21時に消滅した。 20万1409.09ワットグレーンが7月10日頃から発達を始めた熱帯低気圧 AQW が7月12日15時にマリアナ諸島の北緯13度25分、統計142度40分で台風になりアジア名ラマスーンと命名された。台風は精神してフィリピンに接近しフィリピン大気地球物理天文局の監視エリアに入ったため フィリピン名、グレンダと命名された。20万1410.10ワットヘンリー熱帯。低気圧 10W が7月18日3時にフィリピンの東で台風になり、アジア名、マットモと命名された。同日朝、フィリピンの監視領域に入ったため、パガサによってフィリピン名ヘンリーと命名された。台風はゆっくりとフィリピンの東の海上を北西から 北北西に進み、23日0時に台湾台東県長浜里に上陸、同日朝には台湾海峡に達した。その後、進路を北向きに変えながら河南に向かい、25日15時に航海で温帯低気圧に変わった。20万 1411.11W 補正熱帯低気圧 11W が7月29日12時に、 マリアナ諸島の北緯12度35分、統計148度ーブで台風になり、アジア名、アーロンと命名された。3日には勢力を強めて、猛烈な台風となり、7日頃沖縄に接近。その後は955ヘクトパスカルと勢力は、10日に高知県秋市付近に上陸し、四国を横断後、瀬戸内海、兵庫県姫路市を通り日本海を北上した。 これにより、広範囲で大雨となり、被害も出た。11日3時頃から一時的に大型の台風となったが、9時過ぎに北緯37度、東経137度で温帯低気圧に変わった。20万 1412.12W 以内、熱帯低気圧 12W が、7月30日03時に、フィリピンの東の北緯18度35分。 統計129度30分で台風になり、アジア名ナクリーと命名された。30日には勢力を強めて大型の台風となり、三十日、1日中心付近を除いて最大風速は30メートルとなり、九州では短時間で非常に激しい雨が降った。また、台風12号から変わった熱帯低気圧からの湿った空気と南からの湿った空気が、 四国でぶつかり、高知県では売り始めから1000ミリを超えた。なお、フィリピンの監視エリアに入ったことからフィリピン名、インダイ、インティを命名されている。8月4日03時頃に、航海の北緯36度、東経126度で、熱帯低気圧になった。20万1413.0717、e、月20日に、東、太平洋で確認された。 熱帯格乱が次第に発達して7月25日にハリケーンになり、ジェヌビーブと名付けられた。27日には弱体化して、再び熱帯低気圧に戻ったが、次第に勢力を回復し、8月2日に再びハリケーンへと成長して、太平洋上を精神。途中で勢力を弱めたものの日付変更線に近づくにつれて、急速に勢力を回復し、 8月7日15時にミッドウェイ東近海で日付変更線を越えて気象庁の予報区域に入ったため台風第13号として観測対象になった。7日15時時点で中心気圧950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速50メートル、最大瞬間風速70メートルの勢力を維持していた。8日にはさらに発達し、8日15時時点で 中心気圧915ヘクトパスカル、中心付近の最大風速55メートル、最大瞬間風速80メートルとなった。12日15時ごろ、太平洋の北緯35度、東計166度で熱帯低気圧に変わった。20万 1414.13W9 月1日、フィリピンの東の海上で発生した低圧部は6日に、 熱帯低気圧 13W となった。7日くに勢力を強めて、奄美大島の南約 140km の北緯27度10分、東経129度50分で台風となり、アジア名分支援と命名された。発生直後の気圧は998ヘクトパスカルで、奄美大島や沖縄島など南西諸島の一部が、すでに強風域に入っている。 暖かい空気を送り込んでいるため、周雨前線が活発になり、台風発生前から日本各地で雨となった。10日15時に北緯37度0部、東経156度0部で温帯低気圧に変わった。しかし、温帯低気圧になった後に、ベーリング海で急速に発達し、920ヘクトパスカルまで気圧が低下。ベーリング海における観測史上、 最も発達した低気圧となった。20万 1415.15W ルイス9月11日にフィリピンの東にあった低圧部から変わった熱帯低気圧 15W が12日15時に北緯13度40分、統計130度50分で台風となりアジア名カルマエギと命名された。またフィリピン大気地球物理天文局によって フィリピン名ルイスと命名された。台風は発達しながら、フィリピンに向かって、精神、発達し、13日15時に、暴風域が現れた。フィリピン通過後、南シナ海、トンキン湾を北東進し、カナンに上陸。17日15時に、北緯23度ーブ統計102度ーブで、熱帯低気圧に変わった。20万1416.16。 W マリオグアムの東南で発生した熱帯低気圧 16W が、精神、9月18日3時に、フィリピンの東の北緯12度20分、統計129度10分で台風となり、アジア名フォンウォンと命名された。また、17日の時点で、フィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピン名マリオと命名された。勢力は、 さほど強くなかったが、遅い速度で北上して、フィリピン、台湾に接近、大雨を降らせ、洪水など大規模な水害をもたらした。24日各時に、北緯33度冷部、東経125度冷部で1200ヘクトパスカルの温帯低気圧に変わった。20万 1417.17W9 月22日に発生した熱帯低気圧 17W が、 9月24日21時、南鳥島近海の北緯20度20分、統計149度55分で台風になり、アジア名冠と名付けられた。27日12時から大型の台風となり、北上28日夜に関東地方沿岸部が強風域に入った。30日9時に北緯37度0分 統計158度冷部で温帯低気圧に変わった。20万 1418.18w2 年9月28日に発生した熱帯低気圧 18w が29日午後3時、トラック諸島近海の北緯13度冷部、統計151度冷部で台風となり、アジア名ファンフォンと命名された。10月1日には大型の台風となって発達を続けた。 2日には勢力を強めて大型で非常に強い台風となった。4日頃に奄美地方に接近し、その後は太平洋側を暴風域に巻き込みながら本州南岸を北東進した。この影響で広範囲に大雨をもたらし、6日朝には速度を上げて潮の岬にかなり接近した。さらに6日8時過ぎに静岡県浜松市付近に上陸した。なお、 フィリピン名で年々とも命名されている。20万1419.19ワットオンポン10月2日にマーシャル諸島近海で発生した熱帯低気圧 19W が3日21時に北緯8度55分、統計157度35分で台風に成長。アジア名、ボンフォンと名付けられた。6日から8日にかけて急発達、970ヘクトパスカルから900。 ヘクトパスカルにまで気圧を下げ、今年最も強い台風となった。13日9時前10日0時には一時的に大型で、猛烈な台風となった。北上を続けた、この台風は12日0時半頃に沖縄本島付近を通過した、13日朝には勢力は弱まった状態だったが、鹿児島県枕崎市付近に上陸し、その後も日本列島を縦断する形で何度も、 上陸、通過を繰り返したことで広範囲に大雨や暴風の影響をもたらし、被害を大きくした。14日く時に、三陸沖の北緯39度0部、東経143度0部で温帯低気圧となった。なお、この台風から変わった温帯低気圧は、再発達し、北海道の赤北峠などでは南下した強い寒気の影響で雪が降り、 積雪も確認された。20万1420.20ワットペン10月28日にグアムの東方で形成が始まった熱帯格乱は精神しながら熱帯低気圧に成長29日に合同台風警報センターによって熱帯低気圧番号 20W を与えられた。成長を続けた 20W は10月31日15時に フィリピンの東の北緯12度30分、統計136度25分で台風20号に昇格、アジア名ヌーリと命名された。また、同日にはフィリピン大気地球物理天文局によってフィリピン名、ベーンと命名されている。台風は震度を北寄りに変えながら11月2日にかけての24時間で中心気圧が65ヘクトパスカル低下するなど急速に発達し、 3日に大型で猛烈な台風となった。7日の午前9時に北緯37度冷部、東経151度冷部で温帯低気圧となった。なお、この台風から変わった温帯低気圧は、その後かムチャツカ半島の東のアリューシャン列島付近で再び猛発達し、中心気圧が920ヘクトパスカルまで低下して、この地域における、 温帯低気圧としては過去最低の値を更新した。地球全体で見ても温帯低気圧がここまで発達するのは非常に珍しいことであった。20万 1421.21W クイニー11月25日にフィリピンミンダノ島の東の海上で形成が始まった低圧部が西に進みながら成長。26日には 合同台風警報センターによって、熱帯低気圧番号 21W を与えられ、フィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピン名クイニーと命名された。21W は28日午前9時に、南シナ海の北緯10度40分、統計117度20分で台風となり、アジア名新落光と命名された。台風は、南シナ海を西に進み、30日15時に、 ベトナムの北緯13度、統計108度で、熱帯低気圧になった。20万 1422.22W ルビー12月1日15時、北緯4度55分、統計152度5分において、熱帯低気圧 22W が、台風22号となり、アジア名ハグピートと命名された。台風は、当初の予想をはるかに超える強さにまで発達し、4日には、 猛烈な勢力となった。これにより、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名ルビーという名を付けた。11日21時に、北緯13度冷部、統計112度冷部で、熱帯低気圧に変わった。20万1 4 2 3 2 3 w ニエ円12月26日に、パラオの北西で、熱帯格乱の形成が始まり、27日には、 熱帯低気圧へと成長。熱帯低気圧番号 23W が与えられた。精神した 23W はフィリピンの観測域に達し、28日にフィリピン大気物理天文局はフィリピン名、シニエンと命名。23W は29日9時にフィリピンの北緯8度55分、統計126度05分で台風となり、アジア名。 チャンミーと命名された。暴風域を持たずにゆっくりと精神した台風は29日にミンダナオ島に上陸してフィリピンを横断。30日にはスールー海に達した後に進路を南寄りに変え、同日21時にスールー海で熱帯低気圧になった。パガサの熱帯低気圧監視エリア順番はアジア名ダムレイが一とされている。またフィリピン名は 熱帯低気圧が監視エリアに入った時、フィリピン大気地球物理天文局が命名するもの。なお、台風13号は、成形一期で、ハリケーンとして発生したため、成形一期で付けられた、国際名がそのまま使用された。また、同年に使用されたフィリピン名のうち、グレンダ、ホセ、マリオ、ルビー、シニエンは、名前の廃止基準に達したため、名前リストから除去された。 ありがとうございます。